はい、皆さんこんにちは。村長です。前回は、ギターの入力にリアルギターというソフトを使って、入力しました。アルペジオを中心に説明しましたが、今日はストロークを中心にお話ししたいと思います。実は、このストロークの方が、難しい、難問なんです。自然に入力するにはね。ということで、ちょっと前回のアルペジオを聞いていただきます。こんな感じでした。これにストロークを足してみたいと思います。その前に、このファイルを念のために保存をしておきます。ギター1とでもしておきましょう。そして MIDI の方も保存しておくと、その MIDI を読み込ましたのが、こちらです。読み込ました後はですね、一応この MIDI のトラックはフリーズといいまして、オーディオの状態にさせる機能で、いわゆる一旦固定というか、そういうモードにしてあります。そしてもう一個ですね、このリアルギターを複製して作ったのが今の状態です。もちろん前回のアルペジオのパターンが入っておりますが、コードだけを残してアルペジオを消したいと思います。右クリックしましたら、セレクトオールパターンズということで、パターンが全部選ばれて、そしてそれをデリートします。そうするとコードだけが残りました。ここでストロークを入れていきたいと思います。ここをストリーミングにするといろんなストロークがたくさん出てきます。ちょっと聞きながら確認しましょう。今のパターンは最後にミュートが入ってて、赤い印がついています。ノリを16ビットにします。じゃあ、このストロークを入れてみようと思います。前回と同じように後半は少し変わったものを入れてみます。これで8小節のコードに合わせたストロークが完成しました。全体聞いてみます。
前回同様、これでは少し、機械的な感じがしますので、前回もやりましたヒューマナイズドという機能を使ってみたいと思います。こちらの方がサウンドとなっていて、ピッキングのポジションですね。ホールの方かエッジの方か、いわゆる硬さを表現します。それを指定したり、ここがベロシティといって強弱ですね。どんだけ強く弾くか弱く弾くか、そういうものを調整してみます。そして、こちらピッチとなっております。ピッチというのは、ギターというのはギュッと強く押さえたり、その押さえ方の微妙なポジションによって、若干音が狂うのが普通でして、正確ではないところに自然的な良さがあるわけです。それをするのがこのピッチのところです。今ピッチの方は、4というのになっています。4というのは半音の100分の4ということになってて、微妙に、だけ変化があるように設定します。それを聞いてみましょう。これで全体にチェックが入りました。ちょっとですね、見た感じ、このポジションのところに、がちょっと強弱がありすぎた感じがするので、もう少し、戻したいと思います。そして、今度は強さは少し強めにしたいと思います。そして、レゾナンス、はい、を少し変えまして、もう一度戻ってみます。じゃあ聞いてみましょう。こんな感じで、これを2つ合成したいと思います。ここにキューベース自身のトランスポーズという、いわゆる再生したりストップしたりする機能があります。ここをすると、前に作ったこちらのですね、アルペジオの方と両方聞くことができます。ちょっとボリュームを下げ気味に、ストロークは下げ気味にして聞いてみたいと思います。じゃあ巻き戻しをして再生します。今分かったように、ストロークが強すぎて、アルペジオがほとんど聞こえなかったですよね。じゃあもう一度このミキシングの割合を変えてみましょう。こちらで、下げることもできますし、このギターのソフト上で
下げることもできます。もう一度今度は鳴らしながらバランスを取りながらやってみたいと思います。どうでしょうか、バランスが随分取れてきましたね、このようにして、このリアルギターという音源は、このソングモードを使うときには、音源としては一つのトラックしか使えないという少し欠点がありますので、その欠点を克服するために、MIDI で書き出して、そして、MIDI のトラック、前回に作ったアルペジオトラックを、フリーズさせて、事実上はこのリアルギターが今は一つだけ動いているというような状況を作って、応用的に使ってみました。このやり方をするといくらでもギターを、あと例えばナイロン弦をつけるとかいうようなことができると思います。はい、じゃあこのギターを、もっと違う、今はここにありますように、スチールのフィンガードっていうのになってましたが、これをピックでストロークしたようにしたいと思います。はい、ピックギターに変えました。そしてちょっと聴いてみましょう。ピックの方がちょっとこう角が立っていいかもわかりません。ではこれで、アルペジオともう一度ミックスして聴いてみます。どうでしたでしょうか。今日は、前回作ったアルペジオのパターンにソロークのパターンを入れてみるという、リアルギターの使い方を解説してみました。皆さんも、DTM に興味を持った人がおりましたら、またいろんな質問などしていただいたら結構かと思います。よろしくお願いします。